はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2016ペナントレースやっていきたいと思います。シーズン2年目が始まったところのオープン戦ですね。で、今期から新しい新戦力としてピッチャーを3人雇いました。采配で見ればいいのかな。確か1軍登録されてるはずなんで、まず1人目が柳瀬くんですね。柳瀬くんは先発で、回復を持っている、驚異の回復力をお持ちなんで、ローテーションに組み込みやすいかなというところです。で、あと同じく先発のタッキーリ。タッキーリは変幻自在の、ボールが、持ち味と。球速は遅いですけれどもね。ここはコントロール E あって、スタミナが D の59なので、先発も任せられるかなというところになります。短期だけれどもね、っていうかさ、短期の人がチームメイトにいるとちょっとなんか雰囲気どうなのかね。ムード×ではないからね、いいと思うんだけど、あいつさ、すぐ怒るよな、みたいな。で、あと、中継ぎの、二神くんですね。変化球3球種持ちのコントロールが C というところになります。この新たな新戦力で、まずはね、最下位脱出ですよ、今年の目標は。でもね、楽天とのゲーム差がこれで30何ゲーム差あるんで、2年目もでもあれかな、まだ土台作りになっちゃうかな。とりあえずオープン戦を見ていきましょう。出番プレイで、先発の吉田くん、ちょっと調整できてないじゃん、ちょっと全く。あれ、ピッチャー陣結構みんな調整できてないね。やる気を感じられないオープン戦からしてこんな感じか。じゃあ、やる気のあるイソッチでいきますか。OK。2年目に入ってみんなやる気をなくしたか。今年はもう絶対無理だよとか、98ゲーム差とかなんだよっていう。各選手の調整が気になるオープン戦となりました。パワフル対パワフル先制のチャンスです。ワンアウトランナー2塁という場面で切り札カリ。ネクストバッターサークルにはエイシン第2球。お、打った。なかなかいい感じのバッティングだとは思ったけど。第3球はボール、カウント1ボール2ストライク。投球これから4球目。流し打ち。やっぱ振り遅れてるね。右打っていったが、これは切れてファール。そこまで速いストレートじゃないんだけど。打ちました。ライトへのフライダー。走るかな。取りました。走らないか。これで走れる走力がないか。変わりません。英国紳士チャンス A。 第9。おお、まずは見送りました。しかも絶好調だからね。1球目ストライクから真ん中にストライク。でも今のはちょっと上目だったから。第3球を投げた。ああ、振るね英国紳士結構。2塁までな。バファローズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。さて、イソッチの陣を見ていきましょう。トップバッターは伊藤、決まってストライク。第2球、ストレートしかないっていうところがね。投げた。おお、でもいいところを投げるよ本当に。ストライクと追い込んだ。投げました。外角高め、ストレートは外れても。最近のパワプロは普通のスローボール的なものがないんで、ストレートはボール、ストレート1本になると、全力ストレートがストレートの、そこでしか緩急をつけられないですからね。これでも打ち取ったでしょ。レフト前進。よし、OK。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は一番に帰っています。じゃあそっちも大丈夫そうだな。お、あれ、これはもうまたあれか。この調節が本当難しい。0対0で迎える4回です。ワンアウトランナーなしという場面で、ロマンあふれる長距離砲。ロマンあふれる長距離砲なんだ。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。実況の人言ってて恥ずかしくないのかね、ロマンあふれる長距離砲とか。第3球を投げました。打ちました。なかなか。追い込んで第4球を投げました。打ったに当たりだ。ボールはレフトへ飛んで、取りました。これで2アウト。良すぎた感じですかね。お、今もう中継ぎ出てんじゃん。バッターズ外野は浅めの守備を取ります。全然ピッチャーに回ってこなかった。ストライク。まずは見送りました。第2球投げた。2球目空振り。いや、一気に追い込まれた。ここはな、確かに取りたいよな。何気に抑えてるからね。外れたボール。カウントは1ボール2ストライクです。第4球を投げた。ストレートはボール。アウトローへ。ここ1本打ってくれればめちゃくちゃでかいんだけど。投げた。ああ、惜しい惜しい惜しい。もう少し早めに振ってくれれば。第6球を投げた。
打ちました。セカンド右横のゴロ、一塁へ送る、後手後手のアウト、セカンドゴロか。パワフルチャンスを、あ、まだ急いで投げてんね、頑張ってんね。ツーアウトランナーなしという場面で、まあ、スタミナはね C あるからね。さあここ、ここ打つとすごいよ。投げました。変化球ストライク、アウトローへ。少し迷ったか。岸はもうただスタミナが全くない。投げました。抑えろ、抑えろじゃなくて捉えろ。バッター追い込まれました。第3球。打った。一二塁への当たり。まだノーアウトか。これは犠牲フライ1本でいいわけでしょ。岸、1打サヨナラの場面を迎えています。マー君、頼んだぞ。第9。犠牲フライでいいんだ。ボール。ミートを開いてきたね。投げました。低め外角ストライク。まあね、西田君の足があれば少し浅めのフライでも走れると思うんだよね。ボール1ストライクです。見送ってボール、あー、これはカウントは3ボール、フォアボールで塁に出るか、それとも際どい球選んでフォアボール、見てきたね。ローソン、ローソン打率すげえな。乗ってるね。アウトコース高め、ストライク。調整は万全だな。危ない球、まあ、最悪押し出してもいいのか。あ、いいね。あー、すっげえ打球反応いい。うわー、マジか。抜けたと思ったんだけどなー、あれ。打球反応いいね。いやー、惜しかった。なかなかいい試合だったね、でも。ファンも増えてるし。お、めちゃくちゃ上がってんね。あれ、レインボー2の総力が下がってるけど、なんでだ。次は練習効果30にしてまだ大丈夫なのかな。ああ、切れてたね。じゃあ試合へ行きましょう。まあここはもうスキップで、先発は太田くん。まあやる気は普通であれば大丈夫でしょう。こんなフォームさ感染しに来てファンが減っていくって悲しいな。いやー、めっちゃ上がるね。でもやっぱりまたこれは1試合ずつ、まあ見てはいかないですけど、柳瀬くん先発。あー、でも1失点か。いやー、いい感じだねホームで毎回500人のファンが減っていくけどこんな攻めとかで見てらんねえよっていう。いいね、いいね、上がっていく上がっていく。あ、そうだ、ちょっと今季練習を見直さないといけないんだ。てか覚醒させた人って覚醒した？あとローズを覚醒させようって言ってたけど、あれ、すでに使われてますなってなんでだいまいちわからん、ここら辺のシステムが。采配で見るんだっけ、練習。柳瀬くんは、柳瀬くんはやっぱりスタミナだよな。あれ、スタミナどこ？あ、これか。ジャッは急速でいいでしょ、で急速でいいでしょスタミナを C に持ってきたい。で、イソッチはそうか、制球練習ないよね。他にいい練習、弾道アップとか対ピンチか。いや、まあいいや、制球で。タッキーリ、タッキーリはやっぱ急速を上げてもらおう。気候もまだスタミナ上げて、ランタも急速上げて、ここら辺はそのままでいいかな。負け担当、なんかいいのある。あ、一発削除とか、ここら辺ちょっと一発目は削除しよう。制球すげえな、吉田くんあ、違う、スタミナがすごいんだ。だから制球でいいんだ、コントロールで。二神くん、二神くんというか二子神くんだな。二子神くんはオリジナルボールを強化してもらおう。まあ基本的にまだ同じ練習を続けてもらえばいいかな。 OK、 もうこれでいいや。さてさて、楽天戦か。
それはビリ同士の戦いになるのかな、一番最初は。ま、吉田くんの絶好調に期待して。開幕戦は勝ちたいね。もう勝てる見込みはほとんどないけど、開幕戦勝てれば。いよいよプロ野球ペナントレース、パシフィックリーグの開幕です。よし、頼んだぞ。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターはローズ。あれどういうあれになってたっけ、設定が。投げた、初球外れても。あれ通常試合にしちゃったんだっけなんかそれっぽいな。めった打ちにされてるけど。9回を見ていきますか。おお、すげえいいとこじゃん。投げた、ストライク、まずは見送りました。チャンス G のカリンちゃん、ここでチャンスを返上するんだ。ボール1ストライク、第3球を投げた。ボール低め、めっちゃ低めに集めてるね。投げました。お、いいんじゃんこれ。あーでも、なかなかいい感じで打ってくれたんだけどな。さあ、ここでチャンスの強いエクシンシ。西宮152キロ出るのか。スライダー、なんとか意地を見せてほしいところ。頼むぞ。投げました、ボール高め、カウント1ボール2ストライク。攻めて点を取るんだ。危ない球、第5球投げました、スライダー、ボール。いやー、フルカウント、3ボール2ストライク。第6球をこれは、おお、よく見た。見送ってフォアボール。よしよしよし、パープル。今日はさあ、ここでレインボー2、1三振、初球決まってストライク。まずは見送りました。パワーヒッターとしての力を見せてくれ。おお、際どい、一気に追い込まれた。これは無理っぽいな。危ない球、次が4球目、投げた。あー、振ったか。低めの球に手が出てしまった。パープル開幕戦敗れました。8回1失点か。藤井さんになんで4点も取られてんだよ。まあしょうがないっすね。通常プレイだったんだ、やっぱり。あ、1号が出たのか。で、結局、あ、プラス12。すいません、ホーム戦落としちゃいました。ゲー怪我した。おー、来たね、気候。大幅に能力アップしました。今後の目覚ましい活躍に期待しましょう。これが上がらないと次使えないのかな。おー、すげえ、球速上がって、コントロール上がって、スタミナ上がってって。じゃあ今使えるかな。ちょっと選手覚醒のローズくん頑張ってくれ。じゃあこれはスキップでいいでしょう。太田くんで、いや、基本的に二刀流の人は DH で、DH じゃなくて代打で使っていきたいけど、野手能力そんな強いわけじゃないのか。じゃあいっか、このままで。はい、お願いします、1勝目いつ1勝できるんだ。おー、さよなら食らってんのか。でも英国紳士が本日2ホーマーの大活躍だな。ファンはちょっとずつちょっとずつ増えていってますね。やっぱ毛が多いな。おーし、ローズ頼むぞ。おー、めっちゃ上がったね。てかめっちゃ上がったな、本当に一気に DDD とか、すげえ。ミートもそろそろ E になるし。いやー、今季もでも、どれだけみんなが成長してくれるかだよな。先発は柳瀬くんか。カリンちゃんのやる気がなさすぎるな。結局4点差か。いいねいいね、1日誰か1個くらいは上がってくれると。あそこの病院にお世話になりっぱなしだよなで移動日ですね。おお、いいね、す
すげえ上がるね。サンデーモーリーパワーがようやく4か。小山くんの守備がそろそろ C になりそうだな。おお、こいつも打撲だったんだ。パワーチャンズの選手が毎回毎日のように通ってくるからねあの病院に。今日の先発はイソッチ。あー勝てないな。点を取れるときはどうしても点取られるような、まあ、基本点は取られるからねしょうがないんだけど、ピザって補給がすごいね。まあ、補給よりもっと他のところが上がってほしいんだけど。西田くんパワー西田くんもそっかパワーなかったんだ。でも副部長とか一気に2つ上がってたよな。先発はタッキーリってか、なんかうちのチームやる気がみんな普通だな。試合的にはなんかこう一方的な試合っていう感じではないですね。まあ柳田に打たれてるけど、まあそれはしょうがないでしょう、柳田だから。5連敗中ですってか、そもそも1勝してないんだよ。これちょっと痛いよな、練習機材が壊れるっていう現象。だって練習機材結構高いし。あれ買えなくね、下の方か。1万円メガホンも買おう。OK。で、メガホンってどうすんの？これで使うのか？ん？勝手に使ってくれるのかな？で、今日の試合もソフトバンクか。先発は吉田くんですね。お、レインボー2が1号打ってる負け担当が、負けがついたな。いやーすげえいい勝負はするんだけどね。3対4、ヒットはこっちの方が多いしね。ただ1勝になかなか届かない。ソネッチとタッキーと吉田くんの調子が上がったと。まあただ選手も順調に成長はしていってるんで。気候か、ちょっとやる気がないのは気になる。やる気がないのが気になるけど、タッキーリは多分これスタミナ減ってるから調子は上がってるけどちょっと出せないよな。先発の柳瀬、まあ、そこそこスタミナが溜まってきてるけど、どうなのこういうのって。オフだからね。まあいいや、ちょっとじゃあ帰国に任せるか今日は。英国紳士がもう4号か負け担当2敗目完全に負けがついてるな。いや負けがついてるってことはさ、負け担当ではないよねそしたら別の人が敗戦投手になるはずだから、まあ一応ほかほかと。シラハットが打撲多いなこのチーム。あれうちの捕手陣みんな補給力高えな。まあでもコロッと落とすよりは全然いいからね。あ、ロッテマリーンズ戦ですね。先発は柳瀬くんか。勝てない。今日は大敗したなヒット数はさ、めっちゃ11本打ってんのにさ、なんで1点も取れないのこれチャンスを生かせてないんだなきっと。ソネ君のコントロールとか B になりそう。太田君もスタミナ C に乗りそうですね。じゃあ今日の試合はやっていきますか。先発はイソッチ。炎上王がすげえやる気ねえな。誰か。てか、何このうちのやる気のなさ。何なの？そりゃさ、一勝もできないからさ。やる気なくなるわな。こんな監督のもとで野球やってらんねえよ。いつ一生できんだよ、うちっていう。野球選手にストライキとかあんのかな？確実にストライキされそう。今日でも勝てそうだよ。やる気のない炎上を頼む。おー、
先発石川か。第2球。よく石川から取ったな点。中村ボールを取る。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。しょうがない。ランナーに。あとは取られないことを祈る。2点を追いかけます。イソッチの攻撃。イソッチでもね、前回オープン戦で頑張ってくれたけど。ボールはライナーです。あー、オッケーオッケー。危ない危ない。掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは8番ソヨギ。ソヨギって呼んだ。投げた。インコース低め、ストライク。まずは決めてきました。ソヨギでも、さあ次の投球。守備型の選手がね、あんまり打撃能力は高くなさそうだけど。ストライク追い込んだ。一球外せよ。よし。あれ外れてる。おお、すげえ攻めてくるね、イソッチ。カウントはワンボールツーストライクです。そっか、イソッチでも勝ち運持ってんのか。そういうのでかいよね、やっぱり勝ち運とかムード丸とかがあると。これは打ち、あ、打ち取れない。ローズ、いいね。これでツーアウト。ランナーありません。バッターは9番田村。田村もそんなに打撃能力は高くないんで、まあ下位打線だからここは抑えてもらいたい。内角低めいっぱい、ストライク。第3球を投げました。あー、危ない危ない危ない。ストライク。ワンボールツーストライク。と一発は本当に怖い。投げました。よーし、すげーいいところに決まったね。最後は見逃し三振に仕留めました。パワフル。この回1番からの交代。あとはこれを解除して今日の第1打席はスイングアウト。ピンチとかあるのかな。チームに注目。チームがピンチになるとっていうのはありそうだな。まあ、いや、ちょっとまだ今はこれでいいか。パワフル。追加点のチャンスを。さて、英国紳士結構回ってくるね、チャンスの場面で。ロマン溢れる長距離砲エイシン。第2球。おお、ドロップカーブか。ワンボールワンストライク。第3球を投げました。あ、これ、おお、いいね。これいいんじゃん、マジで。さらに伸びていく。一勝が見えてきた。今日はいいぞ。あとはイソッチがどこまで投げ切れるか。ほい、ちょっと、あ、通常試合にしちゃったよ。試合設定、あ、出番設定か。出番設定を、ピンチにしよう。で、拘束試合にして、一緒に回ってきたよ。イソッチめっちゃピンチなんだけど。デスパイネかよ。デスパイネ。でも偵察持ってるね、このミートの形。ああ、逃げてきたか。お、ボテボテの当たりはサードゴロ。1点はしょうがないか。ようやく1点を返しました。まあしょうがないね、これは。バッターは5番ナバーロ。第1打席はセンターフライに倒れています。チームが乗ってるね。第2球。外を際どいボール。これはわずかに外れています。カウントはワンボールワンストライクです。第3球を。これも際どいとこだけど打った。打球がちょっと強かったな。ああ、走ってきた。カリンの肩じゃ無理だったか。ピンチがめっちゃ続くよ。ここで清田さんだし。第1打席はセンターフライに倒れています。1球目ストライクから。なんとかなんとかしのいでくれ。息外して、息外さないの。おお、外したか。カーソル的に外してはなかったよね。おーし、オッケー、ナイスだ。よく打ち取った。打ち取ったっていうか三振にしたのか。点取られてる。同点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で中村。第9投げ。あ、やばいよこれ。打ちました。初球打ち、センター方向へ持っていきましたが、掴みました。これで2アウト。ランナーは二塁変わりません。角中さんか。あ、9打ちなんて持ってんだ。打球は左中間に上がった。同点に追いつかれたな。レフトからセカンドへ。パワフル。追いつかれました。4対4。いや、打ち込まれるね。バッターは DH のデスパイネ。ここはこれでしのいでくれることを祈って、高速試合。おお結局9回で勝ち越されたか。いや、でもこの英国紳士さすがだよね。いや、一勝ができないよ。ジェフが打たれたのか。英国紳士しかももう6号も打ってんのか。いや、こういう接戦をね、制せないからね。負け担当が2週間か。2週間は結構痛いな。打撲から回復と。
7ゲーム差、それさ一勝もしてないからね。で日ハムが今死んでますね。でも日ハムとのゲーム差は1ゲーム差なんで、これは日ハム戦に勝てれば最下位脱出できる可能性がかなりでかいぞ。ここ勝ちたい。炎上王のやる気が全然戻らないな。お、英国紳士7号7対3か。大谷に1号打たれてんのか。ファンが減っていく。どっかここの3連戦でどっか勝ちたい。勝てない。中田さんに2回浴びてるよ。タッキーリの球速が上がったと。さあ3連戦最終日。お、調子を上げてきたね。みんな頼むよ。勝てないか。2対1。しかもこれ超いい勝負だったじゃん。8回9回あたりでちょっと打たれてるけど、ヒットでも4本しか打たれてないからね。いい試合はねするんだよね。やっぱりいい試合はするんだけど、もう一歩が届かないな。もう10ゲーム差かよ。今日の先発はやらせ。また炎上が死んでるな。英国紳士乗ってるね。8号ホームラン争いいけんじゃないのこれ。タオルを開発してみませんか。満塁本塁だ。打ったんだ。なんでレインボー2さすげえ下がってってんだけど。なんで。じゃあちょっと開発しましょう。こういうのはこっちか。ま、頑張ってくれてるんで英国紳士タオル、よし頼むぞ。先発は一つ。うさぎちゃんがどっかで打たれたのかっていうか。またさよなら食らってるよ。英国紳士は相変わらずホームラン打ってるし、すげえな。よし調子が上がった。ここからさらに英国紳士がもう点を取ってくんないとうちは勝てない。もうそういうチームだ。セブライオンズの3連戦、じゃあちょっとここはやっていきますか。先発機構やる気絶好調っていうか、みんなやる気めっちゃあるな。これ相手の先発なんていうの。超漢字が難しいんだけど、全くもって読めない。いや1勝して終わりたいよな。せめて1勝もできないまま終わっていくのは悲しすぎる。西武プリンスドームです。3回の表パープル攻撃に入ります。先頭バッターは守る、投げた、守るくんっていうんだ。全部守りはバッターよく見ました。第2球ちょっとピッチャーをみたいな。3回は試合が動いてるわけじゃないんで、これで速攻でプチッってやって。ライオンズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは隅田。おお超際どい、いいね。第2球投げました。打った、流し打ち、ヒット。あーこれ二塁まで進まれたな。隅田にツーベース。パープル次誰だ相手。先ほどヒットを放っている浅村。打率はいいね。初球うわ強えわ。ミート C パワー B 走力 C って。第2球2球目ストレート、悪いとこ投げるね。ただ第3球はこれは、いいね。1球外します。もう1球外してもいいんじゃないかな。あでも超際どい、あれ入ってくれればな。カウントは2ボール2ストライク。第5球投げました。あーこれはこれは1点現状でさらにピンチが続くな。こうやって見るとさ、観戦をするとめっちゃ打たれるんだけど。全くなんでだよ。まあただ1点差。こういうねチャンスをねものにできないんだよね。ただ一発秒ピンク F のタイピンチ F だから、なんとか打ち込んでもらいたい。投げました。完全に外れたボール、完全なボール球。カウンター2ボール。ここはちょっとヒットが出ないとな、点にならないからな。一塁線切れてファー、追い込んでから
投げた。あ、打ちました。1、2塁間のゴロ。ボテボテになってしまったか。アウト。スリーアウトチェンジ。6回の。今どっちがあれだ。パワフル大展開で迎える8回。これで多分中継ぎが出てるでしょう。リードで迎える8回。曽根君か。今日は安打を放っています。クロスって。投げた。クロスファイヤー。低め見送ってストライク。まずは入れてきました。曽根君はシュート回転か。投げた。見送ってボール。外れてワンボールワンストライク。ここ打った引っ張った。失投。ライト前ヒット。クリーンヒットです。てかさ、外野いつもさ後ろに反らしてるけどさ。守備的に大丈夫なの？前進守備とかだったのかな？バッターは第竹原。第9投げた。あ、やばいやばい、あぶねえ。第2球。ほんと怖い、ああいうの見ると。危ない球。ミートライフだけど、パワー C あるからな。ボール、カウントは2ボール、1ストライク。持ってかれる恐れがある。投げました。お、これは3塁が無理だよ。よしよしよし。あ、これでね、ちゃんと抑えてくれればいいんで。第9。初球外れてボール。第2球投げました。ボール。カウントは2ボールノーストライク。今季は3球目投げました。決まったストライク。悪くないとは思うんだよね。第4球を投げました。あとちょっとストレートが打ちました。よし、センターフライだ。浅い当たり掴んで、これで3アウトになります。パワフル高橋降板。さて、さあいよいよ最終回。最終回か。もう最終回見よう。山田、山田君頼む。まず塁に出てくれ。初球を打った。三遊間の当たり。内野安打にはならないよな。アウト。これでワンアウト。お、ここで英国紳士。バッターはロマンあふれる長距離砲。一発打ってくれ。直球ストライク。いきなり151キロ。ここで同点に追いついてくれればめちゃくちゃでかいんだけど。第3球を投げた。インコース低め。ストライク。今のをちょっと振ってしまうのか。しかもミートを開き出したし。打ちました。ファール。お前はパワーが持ち味なんだから。ああ、振ったか。バッターは5番レインボー2。最後のバッターになるのか。投げた。初球に振ってストライク。高めのストレート。第2球。縦のスライダー。ボール。これは完全なボール球。カウント1ボール1ストライク。これ外角低め、いいとこ投げてくるね。このまま簡単に終わるわけにはいきません。バッターの足元。結局3人で終わるかこれ。投げた。3人で終わったな。これ取られるでしょう。バックネットの前でボールを掴みました。試合終了。いやー、2点、2対1。さあ、本日のヒーロー。どうしてもな、本当にあと一歩なんだけどな。一勝まで。マー君が1号打ってくれてるし。そうか、その1点だけか。かりんちゃん打撲。お魚の方が C になりそうだな。はい、というところで、まあ2年目が始まりましたけど、いまだ1勝もできず、なんだかんだで12ゲーム差で、結局はビリっていうね、楽天も、5ゲーム差になってるんで、楽天とのゲーム差も7ついてるってことっすよね。まあ今年も散々な年にはなりそうですけれども、まあ1年ね、頑張っていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。